もうね、押しても、いっちゃう、はいっていう感じがないです。痛いですよね。そうです。どうですかね、今背中は気持ちいい、気持ちいい。まあ、だいぶ蛇行がまっすぐになってます。腰なんかも痛かったりしませんか？はい、でも今は背中がするところじゃないみたいな。なるほど。硬いですね。押し加減大丈夫ですか？はい、はい、でもこう指が入る感じになってきましたね。あ、確かに、うん、さっき押してる気がしないというか、なんかドアをロックしてるようなひたすら硬い感じだったね。本当に板みたいな。今はだいぶ人っぽくなってるんで。まあこれだとこう出しても痛みはないです。全然ない感じですかね。はい、よかったです。ここの、あの首へ の、 あの傾斜もさっきよりなだらかになってるので、さっきは本当にこうブワって盛り上がりが強くて、首がこうすごい詰まってる感じって言いますかね。おばちゃんがよくなってる。あ、そうですね。うちのおかんがそうなってます。多分ちょっと近い感じだったと思うんですけど、ここが硬さが強くて丸みが強くて、やっぱりここが盛り上がっちゃうんで首が前に押されてるような感じだったんですけど、今一応それは改善してるので。
たいですね。本当に。加減大丈夫ですか。はい、はい、でもこう指が入る感じになってきましたね。あ、確かに、うん、さっきなんか押してる気がしないというかなんかドアをノックしてるようなひたすら硬い感じだったんで本当に板みたいな今はだいぶ人っぽくなってるんで出しても痛みはないです。全然ない感じですかね。はい、よかったです。ここの、 あの首へ の、 あの傾斜もさっきよりなだらかになってるので、うんうん、さっきは本当にこうブワッて盛り上がりが強くて首がこうすごい詰まってる感じって言いますかね。おばちゃんがよくなってる。あ、そうですね。うちのおかんがそうなってる。多分ちょっと近い感じだったと思うんですよ。ここが硬さが強くて丸みが強くて、うん、やっぱ感じだったんですけど、うん、今一応それは改善してるので、大丈夫ですか。はい、はい、痛くないですかね。はい、はい、おすすめね。はあ、いや、ほんとちょっとピカイチじゃないですかね今日の背中の硬さが。やばい。でも多分今の時期ってみんな結構疲れがピークなんですよね。年末に向けていろいろ仕事忙しくなってたりとか。そうですよね。うん、寒さもあるし、結構気ぜわしかったりもあるので、うん、意外となんか体痛まる暇がなくなっちゃって、うん、そうなんですよ。なんか冬はね、やっぱこう変な話、死人も多いじゃないですか。うん、っていうぐらい結構心臓にも負担かかったりとか、そう、割とね、やっぱり体に寝る時も寒くて結構縮こまっちゃうから。ああ、ね、そうなんですよね。大丈夫ですか。はい、はい、痛くないですかね。はい、はい、もう布団が冷たいみたいなね。そういう温度がね。大丈夫ですか。痛くないですか。はい、気持ちいいですね。いやちょっとね、特殊な疲れ方ですよね。人より忙しいくらいなんじゃないかなと思うので、
構あれですか、ツイッターとかも増えてます、こうなんか書かれてたりとか。あ、作品についてはそうですね、フォロワー増えてますか。ちびちび増えてます。もう公開しましたもんね。なんか先な感じで思ってましたけど、でも12月で、そうですね、やっぱツイッターでも離れて行く人が最近多くて、そうなんですか。増えるけどその分なんか更新しなくなっちゃった人も多いから、ああそっか、そういうこともあるのかな。結構いいねの数とか多くなってますよね。そうそうそう、結構やっぱツイッターは誰が、そうなんですね。やっぱインスタなんですね。ああそっか、そういうこともあるのかな。インスタでも結構じゃちゃんと増えてますよね。そうですね、結構いいねの数とか多くなってますよね。だいぶ柔らかくなりましたね。はい。はい、じゃあ今度仰向けですね。はい、まずこれ。じゃあちょっと体を起こしてみてください。よいしょ、はい。呼吸分とかなんか背中ちょっとこうぐーっと反らしたりとかどうでしょうか。あ、でも楽になりました。楽になってます。腕周りも結構。はい。